兵庫県知事の井戸俊三です。首都圏の緊急事態宣言も解除されますが、県内の感染状況を見るとこの3日間で78、74、76と70代が続いています。1週間の感染者数が前の週と比べると 1.8 倍と感染再拡大の傾向にあります。変異ウイルスによる感染も増加しつつあります。これから年度末の歓送迎会、謝恩会など行事の多い時期です。感染拡大防止を徹底するため、県民の皆様、事業者の皆様には次の取り組みにご協力ください。まず県民の皆様に対しては、家庭や施設へのウイルスの持ち込み防止のお願いです。感染が拡大している地域をはじめ、不要不急の都道府県間の移動を控えてください。ガイドラインを遵守していない飲食店やカラオケ店など、リスクのある場所への出入りを自粛してください。卒業旅行、謝恩会、歓送迎会、花見による宴会などは控えてください。会食は同居家族を除き1グループ4人以内とし、長時間の飲食は控え、会話の際は扇子やマスクなどにより飛沫を防止してください。会食など感染リスクの高い施設の利用後は、一定期間人との接触に注意するなど、家庭内においても人にうつさない行動をしてください。マスク、手洗い、定期的な換気、周りの人との距離の確保など、密閉密集密接3密の回避をお願いします。在宅勤務、テレワークやテレビ会議など一層取り組んでください。次に事業者の皆様へのお願いです。感染拡大予防ガイドラインなどに基づく感染防止を徹底してください。特に CO2 センサーの活用など適切な換気をお願いします。飲食店等に対する営業時間短縮の要請については、3月31日まで神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の飲食店におかれては21時までの営業、お酒は20時30分までとしてください。ご協力をよろしくお願いします。皆様一人一人がうつさないという強い思いで取り組むことが大切なんです。これまでと同様、しっかりうつさないということを基本にご協力をいただくようお願いいたします。